イメラジオ第6365回、今日は令和6年5月27日月曜日です。時刻は午後4時、横浜港北、雨が降ったりしてましたけど、今は太陽が輝いていますね。今日はちょっと変わったお天気です。今日は緑道を走りに行くことはなく、夜からのオンライン授業にスタンバイしてますね。イメラジオの放送いたしましょう。今回は欧州3国がパレスチナ国家承認、こんなタイトルでお話ししましょう。スペイン、アイルランド、ノルウェー、この3つの国がこの時期にパレスチナを国家承認していますね。まあイスラエルがパレスチナにやっている、まあ、虐殺ですよね。イスラエルがガザでやっているその虐殺を国際的には認めないと。その意味もあってパレスチナを今国家承認、今月のことです。で、イスラエルの政府報道官は当たり前ですけど猛烈に抗議していて、この3つの国はテロリストに対して、君たちのやったことは良いことだと、ご褒美をあげようと言っているに等しい、もっとテロリストたちに燃やしたり殺したりしていいんだよっていうふうに言っているだけだ、この3つの国は。イスラエルの政府報道官の英語を聞いているとそんなふうに言っていますね。まあイスラエルならそんなふうに言いたいことでしょう。で、今回のこの3つの国、ノルウェー、アイルランド、そしてスペインなんですけど、それぞれにこのパレスチナを国家承認するそういう理由があるんですよ。なんとなく国家承認してるわけじゃない。まずノルウェーというのはオスロ合意といって、今からもう30年ぐらい前、クリントン大統領の頃にイスラエルとパレスチナが合意しようと、平和やろうっていう、あのクリントンを真ん中にしてね、ラビンとアラファトが握手してるっていう、あのオスロ合意を行った国なんですけど、そのオスロ合意が全く果たされていない。で、ノルウェーとしてはこのオスロ合意が全く無意味になってしまった、やっぱ原因はイスラエルに大きくある、そのように考えているんですよ、ノルウェーは。ですからもう今回もうこのイスラエルによる空爆でパレスチナ人がどんどん死んでる、それを見過ごせないってことでパレスチナの国家承認。アイルランドはっていうと、アイルランドはずっとイギリスの植民地にされていて、そして20世紀にはそのアイルランドがイギリスに抵抗する、しかもテロリズムで抵抗するという、そういう歴史がありました。70年代80年代は IRA といって、アイルランドのそのイギリスからの抵抗運動、抵抗組織があっちこっちでテロをやっていたっていう、そういう時代もあったんですよ。で、さすがに今もうそのアイルランドのテロはありませんが、ただしそういう歴史的な経緯がアイルランドにある以上、たとえテロを使っても、で10月7日のあの事件は誰がどう見たってハマスによる
残酷なんですよ。ハマスが残酷なことをしたんです、イスラエル人に対して。けれどアイルランド人にとってはそんなハマスにも言いたいことはあるよね、そんなハマスにも実は利はあるよねという、それが自分たちの歴史でわかる。スペイン、このスペインはですね、実は国内にイスラム教徒をそもそも抱えているんですよ。なんか世界史ではレコンキスタ運動というのを習い、なんかイベリア半島からイスラム教徒を追い出した、そんな印象ありますけど、そんなすぐに出ていくわけないし、イスラム教徒の中でもスペインにとどまる者はいた。で、それの子孫が今でもずっといるんですよ。そうすると、そのスペインっていうのは国内に 5% と言われますが、抱えているイスラム教徒、これの感情に配慮しなきゃいけないんですね。当然国内のイスラム教徒はパレスチナ寄りですから、今回のスペインの国家承認につながりました。ノルウェー、アイルランド、そしてスペインが同時にパレスチナを国家承認したということは、当然この3国の間で秘密に会合があって、よし、じゃあ同時に国家承認しようということになったと思われます。偶然の一致ですねとかってなるわけないですよね、こんなのはね。イスラエルの政府報道官は、イスラエルが今戦っているのは自衛の戦争であり、しかもガザの人々を標的としていないと何回も言っています。で、なんかまるでイスラエルがガザに入ってくる物資をせき止めているような、イスラエルがガザに物資搬入をさせないような、そんな報道がありますけど、全くの嘘っぱちで、実はガザに入る食料というのは10月7日より以前よりも増えてる。実際これはそのようですよ、どうやらいろいろ見てると。つまりガザにはちゃんと物資は搬入されてる。しかもイスラエルの政府報道官はね、イスラエルの側からも食料が行ってると。で、イスラエルは自分たちと戦って、自分たちに対して銃を向けてる、そこに食料を与えてるんだっていう。だからイスラエルの領土からガザにいろんな物資も入ってる。で、なんでそれが届かず、なんかガザが飢えたように報道されるかというと、ハマスが盗んでいるからだと、こういうわけですね。で、このイスラエルの政府報道官はね、未だかつて例えば空爆を行うときに、その日時と場所をあらかじめ知らせて、退避のルートまで知らせて空爆を行ったような、そんな国はないとかって、まあ、言ってるわけですね。まあ自己正当化してるわけです。自己弁護と言いましょうか。まあイスラエルのね、政府報道官の話を聞いてると、それなりにね、あ、なるほど、イスラエル人から見たらこう見えるし、それはそれでまあ否定しにくいなという、それもあるんですけど、もうパレスチナ人が何万人死んでるんですか。もう何万人って報道が出なくなりましたよね、パレスチナ人の犠牲者の。もう4万人いってるんでしょうか。4万人っていうとちょっとした町じゃないですか。それだけの人が今回イスラエルの空爆で命を落としてる。で、ガザの人々が200万人とよく言われてましたから、50分の1ですから、大きな数ですよね。今回の欧州3国のパレスチナ国家承認、これが即停戦につながる、またはイスラエルの自制、自分で自分を抑えるにつながるかどうかは不明なんですけど、まあ欧州としてもイスラエルがやりたい放題しているのをこのまま見過ごせないということで、今回の決定ですから、当然イスラエルは外交ルートを通じてこの3つの国に今
大きなプレッシャーをかけつつあると思います。夢ラジオ、今回は欧州三国のパレスチナ国家承認、こんなタイトルでした。